練習するけど、特にこれ中日がもうちょっと成長せなあかんけど、アイアンになってるからいい。カメラ大丈夫。この間をもうちょっと長い。この間に握るときに、こう行って、ついて、ランニングショットに持っていったら、片足になって、ファウルやけど入れへんとかあるやん。そこは、ガーッて抜けていったら、片足で持っていくんだ。もしくは、ここついてきてるから、ついてきてるから、これ片足で持っていったら、こないなとかは、思うんやったら、お両足で、ガーッて持っていってシュート行くんだ。わかる？いや、言われることないです。そこの判断がちょっとまだ、まあこれも練習してないか知らないけど、じゃあこっち側に入れてもいいよ。こっち側に入れても片足で持っていってパワーアップで持っていけんのか。こんな大きい選手やったら抜けたとしても片足で両足でバーンって持っていったアンダーシュートにしようと。アンダーシュートにせえって言われてたわけよ最後とか、その辺が判断ができたらな。フィニッシュのとこもそうやし、もらい際の有効なピボット、これちょっと覚えておいて。